バーチャル YouTuber どうも自分のポジション奪われるかもとか思わない。ああ、考えたこともなかったななんかでもさ、自分の視聴者がバーチャル YouTuber にハマるとは思えねえんだよななんか思えない。ねえ、うんこちゃん、もう最近さ、バーチャル YouTuber とうんこちゃんを天秤に、機械、なん、なんていうのあれ機械なの結局。機械じゃないでしょ声優さんが声当ててるってことでしょ初音ミクでしょ今は なんか規則悪いじゃん、なんか <laughs>。なんかもうさ、俺今までさ、あ俺もな、最近ちょっと人も増えてきて、世間の目が気になるなと思ってたから言わなかったけどさ、やってるやつも気持ち悪いし、見てるやつも気持ち悪いけど俺は思ってるのね。内緒なこれは。なあ内緒ななもしかしたら、やっぱ俺の視聴者もそうやって思ってんじゃねえかなって、思ってる。<laughs> ここだけの話な。気色悪いなって思ってる。僕は同時にかってたよな。だから僕も気色悪いじゃん。だからちょうど。いや、でもわかんない。俺も、なんか、見ればはま、はまるのかもしれない。だって俺もさ、トラドラとか好きじゃん。見たら見たでハマるのかもしんないけど。あのー、要は初音ミクが映像として出てきて、口パクパクしながら声優が声当てて雑談してるってことでしょ それってもうでも、要はセピアが自分の顔出さずに、あのサムネイルで雑談してるっていう感じでしょ夢見させてあげるよっていうことだよね。え、ちょっと違うの中身はセンター分けだよとかじゃなくて、ちゃんとミ、ミあれだよねディズニーランドのミッキーマウスのが、が、僕、ミッキーみたいなことを子供たちに向けてやってるのと、商売、ビジネス的なモデル、ビジネスモデルは一緒だよな。でいいんじゃねえの 俺もだから顔出さずにやってるわけよこうやって顔出さずになやってるわけある種バーチャルユーチューバーだな俺も加藤十一が映像として出てきて声優がこうやってるいいとこ一つもねえじゃねえけんなんか俺もじゃああれなんか俺もあれあ作ったよ俺の俺の 喋りに合わせて口パクパクする、なんか、可愛い、デフォルメされたキャラクター。作ってよ。お前ほ,ほんと人増やすのはコツコツ理論だよな。なんかね、理想があって、なんかちょっとずつちょっとずつ増えてって、あれなんか最近こいつの名前よく聞くなーみたいなのが好き、俺。だってめんどくせえじゃん。 なんかすっげえ、もう矢表に立つのダリーじゃん。ダーマンズリーみたいなこと言えねえじゃん。<laughs> よし、じゃあ今日はよおい、キムタクのさ、洋服選手権つってよ嘘ついてよあれ、包茎チンポのツートンカラー選手権やんべえとかできねえでしょ俺そういうのやりてんだよ今度。<laughs> おめえらどうせさ、情けねえポコチンしてんじゃん。<laughs> うん、頭の先、祈祷の先っぽだけ出ててさ、ベッコリツートンカラーでクソ気持ち悪いじゃん。<laughs> 風俗上にもガッツリ惹かれるタイプのさ、生きてる意味のないゴミ人間じゃん。それでなんか、 ねえ、あの、キムタクがよくさ、あの、バイカラーのィワイシャ,、あのーね、シャツ着てたからよ。それに、うまいこと自分の気祷の色を当て込んで、それでキムタクの T シャツ選手権やろう、みたいなことできねえだろう。どうすんの俺のこういう欲はどこで発散すればいいのそしたら。はは。 お前ドラマみたいな何ドラマって <laughs> そんなキテレツなドラマがあるんだったら早く教えてくれよ俺にそんな楽しそうなドラマがあるのになんで俺に教えてくれなかったの